次は机の下を。はい、またあります。はい。次はこれ。出ない。あ、あった。保冷剤で盛り上がっております。これかわいい。こっちはハリネズミか。あ、これもかわいいね。あ、見て。出るかな。メリメリ。じゃじゃーん。みんなでみんなで油取り紙してる。今度はここの隣にペタペタ焼きを。ペタペタ焼きの。ここにコマゴマをした。コマゴマ。あのリースずっと欲しかったで。すごい。晴れママキッズ TV。皆さんこんにちは。今日は。今日はね、前回ね、100均でね、たくさん収納アイテムを買ってきました。はい。これを使って、机の引き出しや、あとね、隣にあるね、おもちゃ箱、このね、整理をしていきたいと思います。はい。それではやっていきます。あ、まずここの引き出しからやります。じゃーん。こんな感じです。今ね、仕切りも何もないんだよね。うん。ダイソーで買ってきた、このケースを入れたいと思います。こうやって重ねると綺麗だね。うん。これはここで、この、それ。よし、できた。おー、こんな感じにね、敷き詰められました。はい。綺麗。うん。それではまずは、ここに使ってない文房具を入れていきたいと思います。じゃあまずは、これ。定規。あとはいっぱいの鉛筆。あとは消しゴム。友達からね、プレゼントでもらったりしたし、消しゴムだね。うん。おー、かわいいね、ディズニーだね。うん、私が好きなハムスター。次はこれ。これは私が好きなアリスのキャップです。これね、気に入って、まだね、出してないんだよね。うん。何が出るかな。キャップから出します。はい。いろいろつ。メリメリ。ここにラインストーンが入ってて、とってもかわいいです。これはマイネーム。しまいました。今度はここの隣にペタペタ焼きを。ペタペタ焼きですね。入れたいと思います。マカロン、アムール、ミルキー、フワ、ハーちゃん。よし、できた。あとこれはペン、鉛筆削り、あとミニーちゃんの消しゴム。じゃあ消しゴム入れはここにしよう。あとペン立てのものもちょっと整理して入れます。いっぱい入ってるね。うん。これは外の消しゴム、ファミレスでもらったやつだね。うん、じゃん、こんな感じです。ローラー消しゴム、ラプンツェンの消しゴム、ちっちゃい消しゴム、いろいろ入ってるね。うん。ね、他の引き出しからもね、取ったりしてね、整理どんどんしていきましょう。おう、キャンディーペン、ユニコーンのスティックのり、これはサーヤちゃんとお揃いのすみっこ暮らしのハサミ、ボールペンはここにします。これは音が鳴るペン。こんな感じです。この子が笑うんだよね。ディズニーストーで買ったんだよね。うん。じゃじゃーん。シノが買ったのはじゃじゃーん。あ、紫も綺麗だね。寒い。あ、白くも。友達にもらったペン、手作りのボールペン、かなおちゃんです。うん。お、止まった。おー、できました。これは定規。あれ。うん、あれ出ちゃってない、さっき。おー、こんな感じでね、だいぶ綺麗になってきたんじゃない？うん、綺麗してきたね。うん、ちょっと他のところもやりながらね、追加していこっか。うん、はるまま。それでは次に、このね、おもちゃ箱を見ていきたいと思います。はい。1段目、2段目、3段目、4段目。おー、いろいろ入ってるね。
ちょっとね、おもちゃ箱の方がね、整理できてないので、先にこっちをね、整理したいと思います。はい、まずリカちゃんの棚からです。リカちゃんのね、小物とかお洋服とか、あとなんかいろいろ入ってんだよね。うん。リカちゃん自体はね、他にもね、しまってあるんですが、他使ってない小物とかだよね。うん。まずリカちゃんのものを机に出したいと思います。よし、できた。空っぽです。セリアで買った箱を入れていきたいと思います。よし。ぴったりだね。うん。まずリカちゃん入れます。座らせてあげてもちょうど入るね。うん。よし、できた。おお、こんな感じで入るんだね。うん。次にここに小物入れます。これは葵ちゃんの自転車。手作りのオイス。あとはリカちゃんのお洋服を入れていきます。まずは落ちたできた。ハンガー、バッグ、お洋服と傘とミルクの枕。こんな感じの傘です。あとはバッグ、ウサギちゃん重ねます。ドレス入れます。こっちに入れる。キバアンジの洋服、ちっちゃい小物はこの箱に入れます。決めます。この引き出しは一回これでおしまいにします。次にこの引き出しをやりたいと思います。この引き出し何が入ってるんだっけ。カードとか、みんなで行った沖縄旅行で作ったシーサー。沖縄の時にね、作ったシーサー。夏になったらおいしい、勝手に食べる、ね、勝手に食べちゃう。お、いいね。うん。お、シーサーできた。あ、いいね、かわいいね。あとここにはキーホルダーが入ってます。あとね、ピノの中にはおー、いっぱい小物が入ってるね。うん。あとね、これね、片していこうか。出していきます。できました。キーホルダーとかをここに入れていきたいと思います。はい。どっちにしよう。こっち。おじいちゃんからホワイトデーでもらいました。中身はこんな感じになってます。プリキュアとかが入ってるね。うん。缶バッジとかキーホルダーとか、あと夢見るパティスリーでね、作った写真です。はい、どうだった。はい、どうぞ。ありがとう。どうだった。ありがとう。できました。中身が見えるからこれいいよね。うん。北海道の お土産。ハリーポッターの鍵。じゃーん。キワちゃん、ヤギ座です。じゃん、入れました。これは空になったので差し入れにします。この前鬼滅の刃のお店で作ったやつです。玉屋さんがとっても可愛いです。今度はここのキーホルダーとかを入れ替えます。今度は紫のポーチに入れます。これはセレーネです。オラフコマ。このコラフ変だよね。うん、面白い。お餅、ユニコーン、沖縄のガチャガチャ入れました。じゃあ他のものも入れていきます。京都で買ったお土産です。パルフェとジェラート、マイメロちゃんのケース、ヨーヨー2つ。ここにはお人形がいっぱい入ってます。スミコ、フワちゃんのヤギ座、魔法のルミティア。しまいます。ハグミンとモコレットを入れます。マック、セーラームーンのコンパクト、アクアビーズで作ったものです。あとアナと雪の女王。あとはアイロンビーズで作ったものです。ジッパーバッグに入れて片します。柄はこんな感じです。早速しまいます。入った。全体はこんな感じです。裏はね、何が入ってるか見れるからいいね。うん。ここに収納。よいしょ。他の
細かいものはこっちに移し替えます。ハムちゃん、じゃーん、ミラクルライト、ウーモン、よし、しまいました。プリちゃんのカード出してきた。ここの引き出しできました。こんな感じでね、収納しました。はい、じゃあこの引き出しもどんどんやっていきます。出してきた。スーパーボールここに入れます。入りました。ここにコマゴマをした、ん、コマゴマ、ここにコマゴマしたものを入れていきます。ガシャポン、コマ、ユニコーン、じゃーん、 LOL、 この中にはこんな感じで、鬼滅の刃の日輪と伊之助の剣できました。この引き出しはね、ちょっとねごちゃごちゃしてるけどね、少し片付いたね。うん、ここには一番下の引き出しに入っているバッグを入れたいと思います。できた。あとこれも、ルナのポーチ入れます。ここに入れてたポーチもこっちに移します。こっち、あとここも、ここに引き出しも片していきます。隅っこの折りたたみ傘、雑巾、よし、ここには筆箱を入れました。折りたたみ傘も入れます。カルテとトランプはここ、使ってない雑巾はここ、クレヨンもここ、これはディズニーで買ったお土産です。ここ、あとはヘッドホンもここの下に入れます。工作とかで作ったものはこの箱に入れていきたいと思います。入るかな、入った、こんな感じです。マスキングテープをここに入れていきたいと思います。キラキラしてる、できました。マスキングテープはここに入れます。これ閉まる、あー、猫ちゃんが、猫ちゃん、猫ちゃんね、猫にする、うん、あの、プリンセスの京都で買った油取り紙みんなで油取り紙してるしていきたいと思います。このケースが可愛いよね、うん、たまごっち整理できました。で、右上のね、引き出しはこんな感じになりました。はい、お化粧はここにしまいます。スイカケース入れます。よし、引き出しの整理整頓終わりました。はい、じゃあ一回見てみようか。うん、まずはね、手前の引き出しはこちらです。じゃーん、おー、あ、ケース入れてよかったね。うん、すごいね、分かれてて使いやすくなりました。はい、で、これね、買ってきた線だね。うん、次のところ、じゃーん、内容ね、こんな感じです。はい、これがあるからすごいね、もうゴージャスに見えるね。うん、ここにマステセットとね、ここにはね、この間の鬼滅で作ったアイテムがね、入ってます。はい、次はここ、じゃーん、で、ここはレターセットとか、あとこっちにメモ帳でね、ちっちゃいのここにまとめたんだよね。うん、よいしょ、ここもね、シンプルになりました。はい、DS とアイマスクと扇風機で、危険入れと、あとお化粧ポーチだね。うん、じゃあ一番下は使ってない筆箱とか、あと工作用品とかヘッドホンとかね、いろいろね、入ってます。はい、あとはこっちのおもちゃ箱です。1段目がね、こんな感じでちょっとしたね、おもちゃがね、たくさん入ってます。はい、2段目は、お、結構すっきりしたね。うん、このポーチが結構可愛いからね、彩りよくね、入ってるね。うん、3段目はリカちゃんとかのね、小物が入っております。はい、最後はここ。で、ここはね、バッグとかね、ポーチがね、こんな感じで入ってて、取り出しやすいようにね、したんだよね。うん、以上です。最後に机の上の整理をしたいと思います。じゃじゃーん、ずっと欲しかったテープ。これは私がずっと欲しかったテープ台です。ずっと欲しいって言ってたんだよね。うん。100均であったので買いました。はい。
厳しそうだね。すごい綺麗。すごい初めて。じゃーん、かわいい。よかったね。うん。あとここにある鉛筆立てを変えます。じゃーん、かわいい。マスペのケースと同じです。これはセーラームーンストアに行った時のホタルちゃん。これは沖縄に行った時のお土産です。これはプリキュアのイベントの時に作ったキャンドルです。沖縄で作った写真立ても飾ります。よし、できた。あとはメモスタンドを置きます。できました。上もこんな感じにできました。はい、片付けました。はい、今まで集めたプリキュアのファイル、ゴープリンセスプリキュア、キラキラプリキュアラマード、魔法使いプリキュア、2人はプリキュア、あとキュアミルキー、ケースしまいます。よいしょ。おー、ぴったりだね。で、本棚もね、こんな感じで、ね、高さを揃えたりしながらね、整理整頓しました。ということでね、3本立てでレイカのね、机紹介をしました。はい、整理もね、頑張ったね。うん、机の整理なのね、もっとこうした方がいいよとかアドバイスがあったら、ぜひね、コメントで教えてください。教えてね。最後まで見てくれてありがとう。グッドボタン、チャンネル登録、通知ボタン押してね。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。